じゃあちょうどいいところに。俺に仕事を依頼したいそうだな。俺の弟ミッケルのことでな。ベローズの女たちを連れて行ってもう1週間になる。ベローズの女たち？戦争が来るまではベローズは裕福な村だった。小屋は焼かれ、食料は空っぽにされて、男はみんな徴兵された。女たちは食べ物も家もない中でやっていかなきゃならなくなった。レダニア人に断られ、ノビグラドには入れず行く場所がない。だからミッケルは彼女らを昔の鉱山に連れて行ったんだが、それから一切連絡がない。わかった、弟を探そう。特徴はあるか？難しくはないさ、他はみんな女だからな。死体が性別のわかる状態で残っているとは限らない。やめてくれ、道に迷っただけだ。だが最悪の事態になってたなら、あいつは子牛の皮のブーツを履いてる。クログスの作品だ。ダメにするから履いていくなと言ったんだが、お気に入りでな。それで十分だ、助かった。相当な力がなければこんなことはできない。化け物の足跡。血の跡はまだ新しいようだが、体はどこだ？また犠牲者だ。何があった？襲われたの。あ、何だったかは分からない。でも腰ほどの高さだったわ。教えて、みんなは？もう死んでいる。敵を撃ってみっちゃ。私は払えるものなんて持ってないけど、私たちを連れてきたミッケルの兄はお金を持ってる。彼が報酬をくれるわ。十字路の宿屋にいるはず。
うすぐ孵化する。破壊しなくては。アラキスだ。毒を持っている。クログスの印がついている。残ってるのはこれだけだ。まさに飛んで火にいる。なんとやるか。
いよ。よしよし、こんにちは。お前の弟がアラキスにやられた。慰めにもならんだろうが、敵は撃った。慰めね言ってたんだ。どうしてそんなによそ者を助けたがるんだ。じっとしてないとひどい目に遭うぞって。それでまだ何かあるのか。他人の不幸が見足りないか。いや、不幸は間に合ってる。金を払ってもらえればここを立ち去る。ミッケルを連れ戻してきたら払っていたかな。しかるべき報酬があるはずだ。報酬か、当然だ。ほら、これからは友達と呼ばせてくれ。